ばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん、ごめんなさい。ちょっと中遅刻。ごめんなさい。中入。7時からって言ってたんですけど、ちょっと遅刻しちゃった。ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、サッチ。こんばんは、サッチ、サッチ。こんばんは。こんばんは、サッチ。かわいくるよ。遅刻。19時台だから大丈夫。全然大丈夫。こんばんは。スペースさん、ありがとうございます。サッチ、こんばんは。こんにちは。サッチ、こんばんは。ありがとうございます。ほんとごめんなさい。コンさん、ありがとうございます。安部さん、ありがとうございます。英語や主権さん、ありがとうございます。こんばんは、さっち。誤差だけじゃ大丈夫。ありがとうございます。ごめんなさい。個人的には19時だと最初見れてならよかったです。ありがとうございます。サッチ、ハロー。サッチ、こんばんは。サッチ、なりちゃんさん、アイスありがとうございます。りょうちさん、氷ありがとうございます。くまねパパさん、ソフトクリームありがとうございます。かき氷もありがとうございます。みきちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。みきあくんさん、ソフトクリームありがとうございます。くまねパパさん、アイスありがとうございます。そうだよね、変更したのかなと思っちゃったよね。ごめんなさい、待っててくれてありがとう。見に来てくれてありがとう。マッチさん、アイスありがとうございます。ミクナーさん、かき氷ありがとうございます。ズンダさん、アイスありがとうございます。トーンさん、アイスありがとうございます。そう、今日も今日とて白のパーカーでございます。こんばんさち、こんばんさち、やっほー。ジャッキーさん、アイスありがとうございます。和弘さん、食べてありがとうございます。まっちゃんさん、かき氷ありがとうございます。初見3期生で唯一フォローしてよ。お、初見さん、ありがとうございます。戸川咲って言います。ありがとうございます。ヤマトさん、アイスありがとうございます。ミクナーさん、ノンさん、アイスありがとうございます。サッチ、ヤッホー、バンチャ、こんばんちゃ。もう7時だとこんばんちゃだね。そういえば今日お昼に普通にご飯を食べてて、ほっぺた噛んじゃって、ここ口内炎ができる予感。ちょっと怖いんだよね。静岡のテンパーのテイクさん、ありがとうございます。アイス、どう思う？結構ね、噛んじゃって赤くなってたの。噛んでるからちゃんと傷になってたから。そう、怖いよね、口内すごく嫌なの。なんか小学生の時よくなってたんだけど、もう高校になってからもう1回ぐらいしかできなくて。そう、大丈夫だったのに。久しぶりに会えるそうですね。まあ会いたくないんですけどあ、テロップ入れてなかった。テロップ入れます。アイスが食べたい気分です。今日も今日とて口内炎、口内炎だよ。ほんと上手ですね今日もアイス食べましたよ。サッチ、こんにちは、こんにちは。石ころ人間さん、アイスありがとうございます。あの、今日何アイス食べた？今日も、今日もっていうか 6個セットで1個の箱のアイス買ってるので、それをコツ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 って言い方あれだけおかしいけど、そう、毎日食べてます。1個ずつって感じですね。安部さん、アイスありがとうございます。チョコチップ味です、ちなみに。
あ、聞いてください。昨日ゆいかちゃんっていうか、まあ3期の子とスーパーに行ったんですけど、そこでアイスがあって、ゆいかちゃんがなんとあの高級のアイスクリームを一つ買ってくれました。そう、ゆいたんとアイスコーナーにいて、でゆいたんアイス食べるのって言って、うんって言って、え、もしかしてゆいたんってハーゲンダッツしか食べたこと、言っちゃったそう、ハーゲンダッツしか食べたことないのって言ったら、うんって言って、えーすごいってなって、幸子は全然食べたことないやって言ったら、一個買ってあげようかって言われて、えって言って、いやいやって思ったけど、なんか誕生日っていう誕生日プレゼントとして一個買ってくれるみたいで、買ってもらいました。一個そうハーゲンダッツタンプレくれました。そう、嬉しかった。本当に数回しか食べたことないかも。まあ、普通に他のアイスも好きってのもあるんだけど、そうそう、学校行事で頑張っ、みんなで頑張ったから先生がご褒美で買ってくれたのと、あと友達ん家行った時食べたのと、でもまあ家でもまあ数回買ってもらったことありますね。期間限定、あ、そう、買うって言っても期間限定とかなので、そう、バニラとかは、あ、私バニラ食べたんですよ。やっぱ違うのかなって思って、アイスのあの種類が、なんていうの、あ、やっぱ高いバニラだってなるのかなって思って、そう、買いました。やっぱ違いましたね。違うのかな、幸子は食べて、あ、やっぱ違うわって思ったんですけど、皆さんはどう思いますか？違いの分かるサッチあー、でも思い込みかもしれないけど、なんかやっぱなんかでもまあ最近チョコチップだからね。あ、ちょっとギフト読んでなかった、ごめんなさい。ゆきおさん、エイコンさん、アイスありがとうございます。そう、なんか違ったちょっとだけね。平次さん、アイスありがとうございます。厚吉さん、かき氷ありがとうございます。アイス売れてるだろうね、だってここにいるもん、毎日貢献してる人が。そう、こんばんは、こんばんは、サッチーやっほー。エイコンさん、アイスありがとうございます。なんぼでも食べさせて、食べたいサッチこんばんぬん、こんばんぬん。サトシさん、かき氷とアイスありがとうございます。夏バテは大丈夫ですかね、今のところは。ミシェルボーイさん、アイスありがとうございます。夏バテね、そうだね、大丈夫かも。ファミリーサイズの大きいカップでアイスあるよね、私夢なのそれを一人で食べるのそう、夢ですね。ミシェルボーイさん、かき氷ありがとうございます。アイス食べ過ぎてお腹壊したことはないんです、実は。これはさすがアイスラバーそう、サッチーやっほー。あ、ジェラートもね好きですよ。惹かれちゃうよね。ジェラートはね2種類から買うのが好き。わたもちさん、アイスありがとうございます。サルトビニザエモンさん、食べてありがとうございます。ミシェルボーイさん、アイスありがとうございます。サッチーありがとう、やっほー。そう、アイスラバーだから、サッチーやっほー。こんばんは、こんばんは。コナンさん、アイスありがとうございます。
お、コストコにも売ってるんだ。コストコは行かないか、行ったことないか。こうちゃんさん、初見ありがとうございます。こんばんは。鳥取太郎さん、食べてありがとうございます。トンさん、ソフトクリームありがとうございます。竹まつるさん、ソフトクリームありがとうございます。初見さん、こんばんは、ありがとうございます。さとしさん、アイスありがとうございます。こんにちは、こんにちは。トンさん、アイスたくさんありがとうございます。ソフトクリーム食べたいな。この辺はあるのかな。こんばんは、こんばんは。佐川さん、お疲れ、お疲れ、ありがとう、お疲れ。こんにちは、こんにちは。ラクセルさん、アイスありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ミニストップのソフトクリームはいかが。お、ミニストップのソフトクリームが美味しいの。あんま食べたことないかも。そうだね、金太駅は行きたいな、確かに。こんばんは、こんばんは、サッチーやっほー。錦帯橋のアイスは全然まだ食べたことない。制覇したいですね、100種類そう。アイス1日何個食べてます。アイスは小さい時からの癖が抜けなくて1個です。そう、なんかアイスは1日1本まで一個までっていうのがあって、そう、それが抜けなくて一個ですね。りょうちさん、ハートありがとうございます。まあ毎日食べてますよ、毎日一個。さっち、こんばんは、こんばんは。でもたまに朝昼晩食べたい時ありますね。最後に ミニストップ広島にないんよね。あ、そうなんですか。あっちゃっぱ。じゃあまたどこかに行った時に食べたいと思います。シルニチピンさん、アイスありがとうございます。卵は1日1個まで。ああ、あるよね。でも幸子は2個とか食べちゃう。3個なら。はるさん、ソフトクリームありがとうございます。あ、中国地方にミニストップがないのか。そうなんだ、確かに確かに、あんまり見たことないかも。ミミーさん、食べてありがとうございます。食べる。ルカヤマトさん、かき氷ありがとうございます。ミシェルボーイさん、ソフトクリームありがとうございます。ありがとうございます。サトシさん、ありがとうございます。かき氷とソフトクリーム、ちょっと癖、ここが跳ねてるよね、さっきね。こんにちは、こんにちは。こんばんは、こんばんは。ザッキーさん、かき氷ありがとうございます。ドリアンアイス、どんなアイスなんだろう、わかんないかき氷あんまり食べない。かき氷は食べれないですね、あんまり。お祭りでは欠かさず食べるんですけど、欠かさずはそうか、欠かさずはそうだけど、祭りではよく食べるんですけど、家ではかき氷機ないんですよ今。そう、だからかき氷が食べれません。市販のやつ。あ、でも去年は市販のやつをよく食べてましたね。こん
ばんさおさちこんばんおさちやっほーありがとう。雪帽子のかき氷はメンバー雪帽子お店の名前かな。ライカさんかき氷ありがとうございます。押村さんソフトクリームありがとうございます。やっぱ今日のテロップはお気に入りのあの名言じゃないけど、アイスをアイスアイス、これが好きなんですよ、スチコ。マッツさんありがとうございます。竹雄さん、タンタンさん、アイスコットクリームありがとうございます。サチヤッホーヤッホー、サチじゃ言うのね。アイスをアイス、アイスを愛する、あ、オッケーオッケー合ってる。あれなんだったっけ、一番最初のアイス配信で、アイスをアイスアイスを。りょうちさんありがとうございます。海にも行きたいですね、今年の夏は。今年の夏もだ、サチ子は毎年行ってたんです、実はお友達と。お写真を撮りに、泳げないので泳ぎはしません。まよこーちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。末っ子長男さん、ソフトクリームありがとうございます。まっちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。あ、そう、幸子はね、冬でもアイス食べちゃいます、アイスが好きなので。アイスを愛するアイサーアイスありがとう。アイスがいっぱいで幸子幸せだわ。言葉がね、アイスっていう。防波堤に座ってる、ピンポーン。そう、誕生日のショットいいよ。そうそう、それそれそれも、あの、海で撮りました。タッキーさん、オリちゃんさん、アイスありがとうございます。そう、あれはそのこの前ブログかな、ブログに載せたアイスは、アイス間違えた、ブログに載せた海の写真はお誕生日の時に行きました。うっかりあんこさん、いけちゃんさん、ひらつぐさん、アイスありがとうございます。いけちゃんさん、かき氷ありがとうございます。そう、誕生日に海に行きまして、お一緒におっちえさんと。あてーん、クロシロさん、かき氷ありがとうございます。まっちゃんさん、アイスありがとうございます。せいくんさん、食べてありがとうございます。もぐもぐさっちのお誕生日ねえ、迷ってるの。でもけいけいさん、ソフトクリームありがとうございます。次の日が公演だから、まあ一日でワンホールは食べなくてもいいですよね。どうなんだろう、でもワンホール食べたいよね。やばい、めっちゃ食べたい、アイスケーキが。お腹すきました、お腹すいたよね、幸子もお腹すいた。もう7時だけど何も食べてない、まだ。今日は、あ、ショートビデオで、あ、小さいワンホールいいね、あるならそれにしたいな。鳥取太郎さん、ミシェルボーイさん、ありがとうございます。アイス、今日はピーマン丸ごとピーマン煮浸しみたいなやつにします。ご飯と鶏むね肉かな。体が揺れる、そう、ゆらゆら揺れてる。さっきしゃぶしゃぶ食べました、いいなぁ、しゃぶしゃぶ食べたいな、食べ放題行きたい、しゃぶしゃぶのこうさん、ありがとうございます。とっとくれ、めやこうちゃんさん、お星様ありがとうございます。あ、でも
なんかレンジで簡単みたいなやつでした。ピーマンの方はショートビデオで見つけたんですけど、こんばんは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 、タニさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんはサチ、こんばんはサチ、やっほー。ピーマンの肉詰め食べたく、あーそれねめっちゃしたいんだけどね、そうしてないのサチサチ、やっほーやっほー。りょっちさん、アイスありがとうございます。ゆきおさん、食べてありがとうございます。もぎも、もぐもぐ。チュー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 。しけんさん、かわいい、ありがとうございます。ありがとう。今日前髪がなんか薄いよね、いつもより。ふわふわってしてる気がする。今日は長袖着てる、なんでなんでだろう。なんかこれはなんかもう部屋着くらいの感じの服なので、なんか着ちゃいます、部屋ごとして、部屋着、部屋着としてね。サチーヤッホー。あ、そう、相棒でね、思い出したんだけど、さっきちょっと遅刻してやったじゃん。もう焦りすぎて机までダッシュしたの。そしたらまた相棒なんて、あっちのエレキギターの方がまた倒れました悲しい。ひろのりさん、アイスありがとうございます。そう、倒れちゃった。でも、もうあのね倒れる瞬間を見ちゃったけど、もう急ぎすぎて放置させていただきました。なんかこうやって倒れたの、パンって当たってパン、ミュー、ガーン。だからなんかちょっと多分通常の執行が普通の状態だったら、多分このコチンシューン、あ、みやこちゃんさん猫ありがとうございます。でも今幸子の画面が全然動いてなくて、当たりか外れか見えないです、ごめんなさい当たりましたか。このキューンの瞬間にいつもあったらハッって掴めたんですけど、ちょっと今回は無理でした。そのまま見届けちゃった。シュッドーンってってなって配信を始めましたそう、ごめんなさい。エレキギター大丈夫かな。外れてもた、あっちゃっちゃー。まあまあ破壊王サッチバック、なんか破壊王なっちゃうのかな、嫌だよ。そう、こんばんはこんばんは。サッチールームが、やった、お、それはもしやサッチールームがサッチだからかしら。ででん、サッチヤッホー。初見さんありがとうございます。あっくんさん、かき氷ありがとうございます。サッチヤッホー。あっくんさん、ソフトクリームありがとうございます。サキでサキって読むのね。そうなんです、ちょっと一回じゃ読めないでしたよね。そうなんです、 ST48 3期研究生の曽川サキと言います。あだ名はたくさんあるんですけどね、本名はさきです。りょうちさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんはこんばんは。そうだったのか、さっちかだもうそうなっちゃう、いずれさっちかさきかじゃない。セクシーダニエルさん、アイスありがとうございます。そう、そう、サチコってね呼んだりしてるから、自分のことサチしか勝たん、ありがとうサチコタン、サチコタン。そう、ゆいかたんに
サチタンって呼ばれてるんだけど、いずれサチコタンになっちゃうのかな。サチタン、ユイタ、ニャッチー、ニャッチー、ありがとう。かわいいニャッチ。セクシーダニエルさん、アイスありがとうございます。サッチー、ヤッホー。ヤスペさん、アイスありがとうございます。オリちゃんさん、ありがとう。キッチンさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。サチコの方が有名に、まあ別にめっちゃ嫌だったわけじゃないんだけど。本名を忘れられるのは嫌だよね。本名もちゃんと知った上で、でコールもサッチーっていう上でサチコって呼んでくれるのは嬉しい。コールは絶対サッチーがいい。昨日褒めてくれたメンバーの3期の子、サッチーってコールいいよなって。そう、だからサッチーでお願いします。たかしんさん、ソフトクリームありがとうございます。サッチー、こんばんは。サッチー、アースターに噂、今日は大丈夫だったの？今日は大丈夫でした。今日もなんとか、なんとかではないけど、こんばんは、こんばんは、こんばんは。サッチー、そう、サッチーで、さっき言って素敵な、え、ありがとう、嬉しいわ、家族も喜ぶわ。サッチー、サッチー、ヤッホー。サッチーはコールしやすい。あ、やっぱそうなのか、コールしやすいのか、よかった。サッチー、名前間違えても欲しいなって。結構そう、確かに。だって自分でさ、自分のことサチコって呼んでるからね。あ、この子サチコって呼ぶんだってなっちゃうからね。サチー、ヤッホー、こんにちは、こんにちは。サチコールしやすいんだ、やっぱ。ありがとう、よかった。サチー、昨日からすごい眉毛が濃い感じ。サチコはラスボスか。どういうこと？そうなの？サチコ、サチコ、いや絶対サチ、サチの方がいいよな。今日はどんな感じ？今日はどんな感じ？今日もいい感じですよ。楽しかったです。今日も一日。アイスも食べれて楽しかったです。という一日です。英語や初見さん、ありがとうございます。ますます。おっちゃんもコールありですか？ああ、いいね。おっちゃんって叫んでくれたら嬉しいです。しげちゃさん、ソフトクリームありがとうございます。迷ったのがリチャが2文字だからコールなんて。どういうことだ？リチャーとサッチーってこと。レッスン順調ですか？順調で、順調ですかな。うん、楽しいので。そう、昨日もレッスン頑張ってきました。でも超絶可愛いオッチェだとオッチェさんみたいになっちゃうね、コール。サッチー、ヤッホー。ノラクロさん、ソフトクリームありがとうございます。駆け出しですいません。下のお名前何とお呼びすればよろしい？下のお名前はサキって読むんですけど、あだ名はサッチーなので、サッチーって呼んでくださったら嬉しいです。あっちゃさん、食べてありがとうございます。おっちさんと気合い待ってます。おっちさん出てくれるかな。英声や初見さん、ありがとうございます。英声やありがとうございます。こんにちは、こんにちは。サッチー、サチコ。おっちさんは何を指すのかというと、そう、おっちを
ッチェを作ってくれたっていうか、オッチェの生みの親です。友達が親友も一番仲いい子なんですけど、ギルスさん、ソフトクリームありがとうございます。みやこうちゃんさん、アイスありがとうございます。サッチーヤッホー、こんにちは、こんにちは。豆もやしさん、ソフトクリームありがとうございます。そう、一番仲いい子が中学旅行中に生み出したオッチェをずっと気に入ってて、そう、オッチェさんって呼んでる、配信とか3期の前では。扇風機子さん、お元気です。今日朝ギリギリまで使ってました。そう、ずっと。サッチー、え、いいよいいよサッチまた会おう、ありがとう、また会おうね。オリジナルキャラクターそうなの、おっちえさん。森健銀河さん、アイスありがとうございます。そう、大好き大好きな親友ちゃんのことでした。サッチーヤッホー、そう、今帰宅したよって、おかえり、お仕事かな、お疲れ。おっちは作者と使用者、そうなんですそう、著作権がおはちゃんといただいておりますいただいてじゃない、使わせて、そう、使用許可を得ておりますので。こんばんは、チョケンさんありがとうございます。さきちゃんですね、かしこまり、そうです、ありがとうございます。髪伸びた、宿毛かけたからかな、まっすぐになったのなりましたね。そう、塩幸子は特別無料なんですけど、皆さんは使用料がかかりますです。幸やっほー、こんばんは、こんばん、こんにちは、こんばんは。使用料はハーゲンダッツ10個です欲張り。あ、変えたシャンプーオッチェでした。もう匂いがオッチェオッチェだったので、もう幸子はその分、その時点でオッチェです。サッチー、初見さんありがとうございます。ヤッホー、100個じゃなくてよかった、100個でもいいですよ。あ、どうしようかな、1オッチェにつき10個か、永遠オッチェか。炭酸せんべいさん、アイスありがとうございます。ゆいたんにしか払えない、ゆいたんは無償にします。さちこがやくさん、アイスありがとうございます。すでに内輪に書いているので結構持っていきます。もうね、先に使っちゃってで、あ、汗汗してる時のね、ち、あれ、後払い、まあセーフとしましょう今日の僕は嘘さん、ソフトクリームありがとうございます。セクシーダニエルさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、今日も可愛くてやられて、まあ、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、 TikTok を熱帯のやつ可愛すぎて、おー、それは嬉しい。なんてなんてつたんや、なんててなんてつたんてなんてなんて。ゆきさん、かき氷ありがとうございます。研究生の神経です、オッチー I love you。どんな曲だろうね。おっちぇっちぇ、もてなすね、つらいよ。
サチヤッホー、ありがとう、来てくれて。アイス食べたいな。森健銀河さん、かき氷ありがとうございます。めっちゃアイスの口今。なんかでも思うの、ご飯を、いやよくないよね、ごめん、自己解決しちゃったそう、ご飯をやめてアイスのご飯代わりにしてもいいのかなってたまに思っちゃったりするんですけど、まあ栄養があれだよねっていう自己解決しました鳥取タレイさん、かき氷ありがとうございます。まよこーちゃんさん、ソフトクリームありがとうございます。うわ、頼もう、頼みたい、幸せすぎる。そうだよね、夏バテ。安部さん、食べてありがとうございます。オッチェの使い方はもう本当にオッケーの代わりにオッチェって感じなので、サッチーなんとかしとってくれん、オッチェって感じ。そういうこと。ミシェルボーイさん、リョウチさん、アイスありがとうございます。アイスは別腹を、じゃあどっちも食べちゃおう。こんばんは、こんばんは、リョウチさん、アイスありがとうございます。オールオッチェ、そう、すべてオッケーの時はオールオッチェって言います。こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。なるほど、そうなんです。実は、実はっていうほどじゃないか。そう、ブログとかでよく使うイメージ、サチコ。フライドポテトのアイス最高じゃん。今日マックの新作出ましたよね。サッチーヤッホー、家でオッチェ使ってる、そこってほしい危ない、それ、そうだね、上の、お上の方とかにオッチェとか言わないように気をつけないとだよこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。サッチーおせ、サッチーオッチェ、あーなるほどね、サッチーオッチェおっせーってことね今ずっとね、読んで理解してた、うんって思って、ああなるほど。後輩だったら気づかれない、確かに。おちおせーおちおけおけおちうんうん、確かにオールオッチはよく使いますよ。まあなんとかもして、なんとかもしちゃったけど、まあ、あるあってってよく言います。なんかブログとかでよく使うイメージ。サッチーおっちいいね、それ。おせのお、知らんけど使いますか。知らんけど言うよ、めちゃくちゃ。20世紀ともちゃんさん、アイスありがとうございます。まあ知らんけどなとかよく言います。知らんけど使います、めちゃくちゃ。二次ステーキともちゃんさん、食べてありがとうございます。つい結構前にしたと思った。あ、つい最近だね。こんにちは、こんにちは、かわいい、ありがとうございます。サッチーヤッホー、初見さんありがとうございます。サキちゃんの好きな果物はブドウです。ブドウとピオーネと梨とマスカットが好きです。初見さんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。果物は小学生まで嫌いだったんですよ、なぜか知らないけど。給食とかでもずっともうげーって思ってたんですけど、中学入ってめっちゃ好きになって、食の好みってやっぱ変わるんだなと思いました。あの王道果物すらも食べれなくて、リンゴとかでもうえーって思ってて、 その時は本当にブドウしか食べれなかったんですよ。
でも今めっちゃ好きです。全部好きです。全部食べれます。あ、みかんは食べれてました。こんにちは、しゅけんさん、ありがとうございます。そう、みかんは食べれたんですけど。そうなんですよ。でも食べれるように、食べれるようにっていうか、なんていうの、自然と好きになってた。けん、こんばんは、こんばんは。二十席ともちゃんさん、アイスありがとうございます。幸子のさ、この画面がさ動かなくなるのは Wi-Fi が悪いのかな、ネット環境が。どうなんだろうね。マッチさん、アイスありがとうございます。サッチー、ヤッホー、ありがとう。愛媛でみかん食べれましたよ。そう、 DMM やあの紅葉見に見てくれた方は分かると思うんですけど、見事に愛媛みかんを当ててしまったのでそう。でも普通にあの差し入れでもいただいて、そう食べれましたよ。Wi-Fi の時もあるし、充電の時もある。スマホが熱すぎてヒートしてる。ネット環境、スマホ触りますね。あ、スマホは大丈夫だ。充電かな。再起動なんてもういつからしてないだろうってぐらいしてないかも。さっちー、ヤッホー。そう、食べれたの、よかった。結構愛媛名物は食べれたんです。実は嬉しい。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、タイも食べれましたし、じゃこ天も食べれましたし、みかんも食べれましたし、抹茶のお餅も食べれましたし、タイ言ったよね。そう、そんな感じでたくさん食べれたんです。幸せでした。山口次は行くんですけど、公演8月22、紹介する側だからたくさん紹介したいですね。あの愛する地元なので、愛媛は楽しんでもらえた地元。愛媛は本当に、まあ、あんまり旅行行かない身なので、他の県あの最近の記憶がないんですけど、あんまり旅行行かないのでね。久しぶりに県外に出て、しかも海を渡って、愛媛めちゃくちゃいい街だなと思ってなんか旅行が趣味になりそうだった。なんか全然やっぱなんかすごいなと思って、やっぱ街によって雰囲気はあるなと思って。そう、旅行趣味になりそうですよ。ね、山口大好きなので紹介したいですよね。徳山でしたよね、確か。宮島行きましたか。宮島行きました。しかもつい最近行ったんです。念願のおかきを食べれて、かきですね焼きがき、幸せでした。たくさん食べましたよ。アイスも食べて、レモネードも飲んで、かき食べてって感じで。牡蠣美味しかったです。こんばんは、こんばんは。牡蠣、さっきさ、お牡蠣食べました。焼き牡蠣を。本当はね、牡蠣フライが食べたかったんですけど、お店が閉まってて焼き牡蠣にしたんですけど、美味しかったです。デリシャースと思って。あともう一個食べたんだけど、あ、揚げもみじだ。揚げもみじ食べました。そう、揚げもみじは結構前に広島駅で食べたんですけど、もう最高ですよね。しけんさん、ありがとうございます。さっちー、やっほー。今週土曜日は九州大の
え、秋葉時代で花火あるの？すごい、きっと素敵だな秋葉時代がまず素敵だから。そう、さきちゃんは山口県出身なんです。タルタルで食べるカキフライ美味しい。そうなの？え、絶対美味しい。そっか。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。初訪問たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲です。ありがとうございます。クロちゃんさん、アイスありがとうございます。サッチー、ヤッホー、こんにちは、こんにちは。徳山のうどん屋、知ってるかな。徳山のうどん屋、どこだろう。トムトムさん、アイスありがとうございます。かき氷か、ありがとうございます。おはよう、おはよう。今起きたのかな。おはよう。秋吉台と油断をする。お、めっちゃいいとこですね。そう、秋吉台大好き、湯田温泉も大好き。あ、修学旅行か。萩が雰囲気良いと。萩やね、めちゃくちゃいい、もう大好き。さっち萩めっちゃいいよ。グニさん、アイスありがとうございます。あ、秋吉台、あ、なるほどね。自分らは修学旅行で、山口県民はね、広島に行くんだけど、広島は山口に来てくれるんだ、来てくれるってなんか山口の観光大使みたいなこと言っちゃった。そうなんですね、素晴らしい。山口観光大使、え、なりたい。もう山口ね、大好きだから。そう、愛してる。山口観光大使ですってやりたい。ユダもよかったよ。ユダいいよね、わかる。そう、小学生の修学旅行で広島行きましたよ。口に出していこう、出していこう。観光大使、頑張りたち高観光大使目指そう。イエーイ、ありがとう山賊は広島ナンバーの車。あ、やっぱ近いから美味しいし有名だもんね、山賊。そうなんだ。山口で住むのにめっちゃいいですよ。めっちゃいい、大好きだもん。ウフさん、ソフトクリームありがとうございます。サッチー、ヤッホー。しんいちさん、ソフトクリームありがとうございます。そして初見ありがとうございます。こんばんは、サッチー。こんばんは、ヤッホー、ありがとう。こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。今日もこっそりサッチーを見に、あ、こっそりありがとうございます、見に来てくださって。わなわなわな。広島市民が免許取ったらまずい。そうなの？さっち、初見さんありがとうございます。あ、ウータンが来てる。ウータン、これ本物だよね。いつも私言ってるよね、あれ本物って。ウータンウータンが来てる。ヤッホー、ウータン。ウータンようこそ、ウータンようこそ。ユーポン、ヤッホー。あれ、今サッチーだったね。嬉しい、ありがとう、ウータン。サッチー、ヤッホー、ヤッホー。今日は前髪がシースルーみたいで。あ、だよね、ちょっと薄いなって自分も思ってた。
ポンポン、うーたんこんばんは、うーたんこんばんは。サッチーやっほー、やっほーありがとう。ようこそ、ようこそうーたん。まだいるかわかんないけど、ツアー広島公演申し込み、お、ありがとう広島、ありがとう。座布団どうぞ、指定席みたいな、特別席みたいな、うーたんの、ね、うーたん、足立さん、ソフトクリームありがとうございます。こんにちは、こんにちは。うーたんってどなた？うーたんは同じ3期 ST48 3期研究生の梶原美優ちゃんです。そう、でも公式なあだ名はミューポンかな。でも私はうーたんって呼んでます。こっそりサチのうちわも作ろうか。あ、作って作って、喜ぶ、嬉しい。サチヤッホー、かゆかゆ、目がかゆく。そっか、8時前だから今終わったんだね。でサチコの林を見に来てくれたのね。まあ今いるかわかんないけど。ありがとう。山口って広島みたいななんじゃろうとか、え、めっちゃ似てますよ広島と。じゃけんとも言うし、そう、じゃろうも言います。全然。サッチヤッホー、ええ声や、ありがとうございます。ありがとう。ふとしろさん、ソフトクリームありがとうございます。こんばんは。初見さん、ありがとうございます。サッチは標準声、そう、出ないのよね、なかなかあれが、方言が今固まっちゃった。あれ何だったっけ、と方言が。リョタさん、アイスありがとうございます。チャチュチョはよく言います。なんとかやっ、あ、ちゃは言わないか、なんとかって言っちょったよとか、なんとかしちょる、うん、言いますね、めちゃくちゃ。ちょるはマジで言うかも。なんとかしちょったけ遅れちゃったとか、なんとか、なんとかって言っちょったのにみたいな。あ、でも言っとったのにっていうかも、自分は。なんとかしとったやんって。ええ声や、ありがとう。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。私はインドネシアから来たんです。そうなんですね、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そういえばサッチーのアバター、女の子と男の子両方で、お、やった、ありがとう、強運だよ。こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんにちは。なんとかなそ、なそめっちゃいます。うん、言うね。かすみんがね、よく言ってくる、あの、あ、今なそって言ったって。なそが好きなのかな。そう、なそ言ってるみたい。そうなそ、そう、そうなそも言う。そうなそ、うん、言うね、めっちゃ言うかも。こんばんは、主権さん、ありがとうございます。なそ言いますね、ナソ言います。結構会話で言うかも。サッチーこんばんは、ナソ。それちょっと違うわ。なぞなぞナソ、あ、え、それが言うよ、これなぞなぞナソって。なんとかナソみたいな、それ何、これね、実は口紅ナソとか言うそう。今口紅あったから。セクシーダニエルさん、アイスありがとうございます。なんとかだよみたいな時に言うかも。これしか例文言わないけど、これ実はなんとかなそうみたいな、これ実はね、メモ帳なそうみたいな、これもメモ帳。声や、ありがとうございます。サチなそう、サチなそう、そう、そう、声なそう、あ、声なそう言うかも。
実は自分ええ声なそうってそうも言うかも。サチコはあんま言わないけどでも合ってると思う。あ、いや言うわ。なんか好きな層だけじゃ言わないけど、しけいさんええ声ありがとうございます。好きな層だけじゃ言わないけど、あのこの鏡好きな層みたいな感じで扱います。サチヤッホー、こんばんは。しけいさんありがとうございます。次のシングルはサチとお話ね、お話し会とかあったらぜひ来てほしいです。ありがとうございます。ガッチさん、ソフトクリームありがとうございます。メルクさん、ソフトクリームありがとうございますお疲れなそう。お疲れなそうはどうなんだろう。ポリポリマソにの層をかぶせ、マソの層ってことどういうことどういうこと。山口はの層、広島、あ、漢字かも漢字かも。鏡ジャケ、でもジャケって何ジャケもめっちゃ使う自分。こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。シャケ、シャキ、シャチ、シャケ、シャチ。山口はヤケやないじゃない。あ、ヤケも言う。なんか私いろいろ使うかもって思ったら、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ストーチツアー山口公園行きますって、ありがとうございます。待ってます。ちょっとまた詳しい情報はまたまとめたら言うので、しばしお待ちください。サッチ暑くないね、長袖着てるからだと思うけど大丈夫だよ、ギリでも今袖まくった。こんばんは、こんばんは。なんかリサコだけってよりは3期と話すときは割と出てるかも。どうなんだろう、わかんないわかんないNRR00223 アイスありがとうございます。こんにちは、こんにちは。あ、敬語になるとね出ないかも。そうだそうだ、それだ多分。初訪問たくさんありがとうございます。 ST48 研究生の曽川咲です。山口県出身の157センチ、好きな食べ物は牛タンと鍋とアイス、くしゃみですです。やあやっほー、サチやっほー、サチやっほー。そう、157センチです。よく褒めていただけるので、食いすぎ坊なそうそうです、よく食べますというか食べることにね気づいた。あ、自分めっちゃ食べるんだと思って。そう、でもまあ食べること好きなのでたくさんね言いたいと思います。食べる鍋って何鍋が好き？え、もう全種類好きなんですけど、キムチかな、キムチが好きですね。初見さんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。全種類好きです、鍋でも特にキムチかな、やっぱ。そう、総理さんアイスありがとうございます。まだ身長伸びたりする？それがわかんないんですよね、最近測ってないから。そう、伸びてるといいな、こんだけ食べてこんだけ寝てるからでたくさん動くしね、いい生活です。そう、3期研究生はね背が高い子が多いんですよ。160ばっかりかな、みんな背が高いから。そうなんです。
子ちびちゃんです。ミニマム組です。私はえい、ー、声や初見さんありがとうございます。こんばんは、初見さんありがとうございます。こんばんは、こんにちは、こんにちは。初訪問たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲です。カナタラウドを決めるよ。カナタン、カナタンは何センチなんだろう。ハピネコさんアイスありがとうございます。カナよりは大きいです。でもみんなが高いからね、他のみんなが。ウータンと同じだったんですよ、私身長が。中学生に負けたっていう。そう、ウータンと一緒でした、身長が。びっくりしたよね。そう、3期の中ではね、低い方なんですよ。157センチ、普通と思っていたのに小さいミニマム組になってしまった。小学生では高い、小学生までは高い方でした。背の順の時にね、後ろにいた方なんだけど、だんだん前行っちゃった。だんだん前になって。こんばんは、こんばんは。ねえ、ウータンはよく伸びそうだよ。なんか関節が柔らかそうだよね、体操してるから。わかんないけど。えいこや、ありがとうございます。サッチ普段はスニーカー。サッチめっちゃスニーカーです。ほぼスニーカーと言っても過言ではなきぐらいスニーカーばっかり履いてます。ちなみに厚底、身長を持ってます。厚底を履くと160センチになれるので嬉しいですね。牛タン好きです。サッチヤッホー。ヒールはなぜか中学の時はめっちゃ高いヒールとか履いてたんですけど、だんだんね低くなっちゃって、今は厚底のスニーカーに安定しました。靴はだいたいって感じですね。そう、逆にねだんだん下がってて、中学の時は憧れとかもあったのかな、歩いてためっちゃ高いヒールとかで、けど今は厚底で。ハロー、ハロー、初見さんありがとうございます。そう、背伸びしたいお年頃だったから。うっかりあんこさん食べてありがとうございます。夜ご飯をね買ったりもあるよ、全然買ったり作ったりっていう感じですね。初訪問たくさんありがとうございます。 STU48 3期研究生の曽川咲です。よろしくお願いします。サッチヤッホー、初見さんありがとうございます。アイスを愛する会会長ですか。まあ、そうです。そうです。まだメンバーがいません。誰かメンバーになって年会費でアイスを 買わせてください。ちょっとリアルだよね。こんばんは、主権さんありがとうございます。サッチヤッホー。ゆえさんアイスありがとうございます。得意な料理、得意な料理ってなんだろう。なんか得意な料理はねわかんない。なんかそんな料理ってほどはねあんま作んないから、そう、鶏肉炒めたりとかそんぐらいかも。年会費で。そう、年会費で会長にアイス買わせてください。
おさむちゃんさん、かき氷ありがとうございます。年会費いくらにしようかな。まあ自分のために使うので、あんまり高すぎてときっとダメなんですよ。だから1000円って高い？1000円ぐらいでどうですか？高い？安い？山地さん、アイスありがとうございます。そう、今作りたい料理ね、そうずっと作りたいと思って結局作ってないのが麻婆豆腐あ、お手頃価格なんだ。じゃあもうちょっとアップしてもいい？じゃあ2000円です。いかがでしょうか。特典アイス、いや、アイスが食べるのは幸子です。カムカムさん、アイスありがとうございます。サチヤホー、あ、ちょうどいいって。じゃあ2000円です。年会費でアイスを食べます、幸子が。お、良心的だって。あ、会員証くれるだけです。お、ありがとう。じゃあその年会費で食べるね。サチヤホーヤホー。そう、夏野菜のカレーとかね、食べたい。わかる。素揚げっていうのかな、野菜の。それをね、食べたい。あ、学割は確かに聞かせます学生は1500円で。じゃあこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。サッチヤッホー。マッツさん、アイスありがとうございます。もぐもぐ。エイコヤ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、幼稚園の時に友達になんかパーティーみたいにして、その時に開いてくれたお母さんが夏野菜のトマトカレー作ってくれて、めっちゃ小さかったんですよ、もう幼稚園で。でもめちゃくちゃ美味しくて覚えてますよ何情報って感じだけど、やっぱ美味しいよなと思って。でもカレーは洗い物が大変だから、そう、まだカレー粉がね余ってるんですよ。七千シズさん、アイスでない、ハートありがとうございます。カレー粉が余ってて、また無水カレー作りたいなと思ってるんですけど、そう、洗い物が大変で渋ってます。グハート、ありがとう。はじめまして、ありがとうございます。初見さん、こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんにちは。初見さん、ありがとうございます。カレー落とすのね、ほん大変だよね。こんばんは、試験さん、ありがとうございます。サチヤッホー。七千シズさん、アイスありがとうございます。そう、実はまだ画面が止まってるんですけど、サチ、こう星とかがピュン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 ってなるのが好きなんですけど、今日全然見れてない。最初からね止まってるの、ずっと。どうやったら戻るのかな。まあいっか。今日俺もカレーだった、いいな。くんの幸めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。一回横にして、ちょっと一回横にしてみてもいいですか。ダメだ、動かない、動かずでした。まあ今日はいっか。あら、まあそうか自分でも思った、あっちかと思って、すいませんね。え、焼き蒸しいいな、チャーハンだよね。なんかたまに無性に食べたくなって、
近い方がいいです。ジューン、受験さんありがとうございます。かわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ほうたんさんアイスありがとうございます。もぐもぐアイス、近い近い今のはね、近すぎ問題。もう夕食はホルモン入り焼きうどん食べた、いいな。なんか外で食べたんですよ、初めてホルモン入り焼き。私は忘れられない、美味しいよね。コンビニでも買った、ハマりすぎて。なんか前で出たの、ホルモン入り焼きうどんか。でも作ったことない。ホルモンって買えるよね。買えるかそりゃホルモン買ってないかも、まだ。広島名物ホルモン天ぷら、え、美味しそう。ホルモン好きだから食べたい、すごく食べた食べ行こう。河内ありがとう、ラビューラビュー。近くでもと、ありがとう今日もとっても可愛いです、ありがとう。さちさちよ、じゃあ8時20時半になったら終わろうと思います。本日の配信は。20世紀ともちゃんさん、かき氷ありがとうございます。さちやっほー。ホルモンが苦手だから美味しくなる。あーでもたくさん噛むよね、ホルモンってそのへへって笑い声ありがとう、ありがとう。 I'm from Indonesia. Thank you. Hello. Thank you. そう、さちさちよさんです。りょうへいさん、ソフトクリームありがとうございます。最後に歌っていいね。じゃあ一曲だけ歌おうかな。すごい、今日はマジで本当にゲリラカラオケ。でもなんかちょっと鼻詰まってるかも。イヤホンさします。サッチ覚えましたって、ありがとう。そうです、滝野恵美子さんと同じ山口県です。梶原智博さん、アイスありがとうございます。何歌おうかな。どうしようかな。どうしようかな。あ、動いちゃった。どうしよっかな。いつも、ね、ここが長いんですよ。ルンルンルン。チュクチュクチュ、トクトクトク、トク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 。どうしようかな。すいません、長くて。ちょっとどうしよう、ちょっとごめんなさいね、長くて。
じゃあ今日はいつもとガラッと違うこれです。ありがとうございました。今のはイコールラブさんで手遅れコーションでした。ありがとうございます。それではイヤホン外させていただきます。 OK、 ありがとうございます。今日の最初で最後の1曲でした。りょっちさんありがとうございます。今日はイコールラブさんの手遅れコーションです。イコールラブさん大好きなので最高かよでした。うん、幸子もありがとう。パチパチ上手いいね。パ
チパチ、森健銀河さんありがとうございます。初めてサチのカラオケ聞くけど歌声めちゃくちゃ好き、ありがとう。おすれこだわ、ありがとう。アンコールねしたいけどちょっと今日は終わりたいと思います。すいません。これはやきクールな曲にサッチの声が良かった。忘れるキャラマッチさんありがとうございます。ありがとうございます。拍手むちゃくちゃ最高、ありがとう。上手だよね、ありがとう。いい声や、ありがとうございます。ゆすべさん、アイスありがとうございます。優勝です、ありがとう。嬉しい。手くれ母ちゃん、手くれ母ちゃん、ありがとうございます。さてアイス買ってくるか。そうだね、サチコも、あ、サチコは食べないわ、ごめん間違えちゃった。今日も幸せな時間、ありがとう。サッチに響け、サッチに響け。イカリングさん大好きなんです。サッチコも大好き。まいちゃんさんハートありがとうございます。コーションオッチェーン、オッチェーン。いい声聞いてよかったよ、ありがとう。上手、次回楽しみにしてます、ありがとう。待ってるね、また。明けの明星さん、アイスありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。年会や学割で、学割でオッチェーン。幸せな時間ありがとう、こちらこそありがとう。サッチヤッホー、クラさん可愛い、ありがとうございます。はい、それじゃあ最後に壇上を読まさせていただきたいと思います。それでは13位森健銀河さん、12位竹まつるさん、11位はじりこさん、10位トンさん、9位りょうちさん、8位あっちゃさん、7位おりちゃんさん、6位七千しずさん、5位マッツさん、4位くまねパパさん、3位ゆきおさん、3位ハート、2位みやこうちゃんさん、そして1位安部さん、ありがとう。1位ありがとうね、1位ありがとうございました、ありがとうございました。あち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 、今日も愛しありがとう、お疲れ様でした、ありがとう。おつさっちパチパチパチ、こんにちは、こんにちは、ありがとうございました。配信ありがとう、配信ありがとう、ありがとう、配信ありがとうございました。さちこまたな、またね、手遅れ講師を振り付けに見れてよかった、またね、パチパチ。ご飯作り頑張、ありがとう。さちありがとう、またね、また来ます、ありがとう。バイ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 、こんにちはこんにちは、またねまたね。はい、ということで本日はもう、あ、34分、お、今日はキリがいいですね、35分に終わる感じ。それでは皆さん本日も配信を見に来てくださってありがとうございました。そして今日一日お疲れ様でした。今日は水曜日ということで、明日は木曜日、頑張ろうね。あと2日頑張ったら土曜日だよ。3日の方もいるか、あ、5分超えてる、え、ってことは私のこのタブレットが壊れているのかな、まあいいや。ということで皆さん今日も配信を見に来てくださってありがとうございました。それじゃあまたね、おやすみ、ありがとう、バイバイ。